はい、どうも皆さんこんにちは、ひよのすけです。さて今回はですね、写真好きにはですねたまらないちょっとした講座をねご紹介していこうと思います。今回こちらです。はい、どうも。はい、街に雪を降らせる小技ということでですね、普段はですね、まあ、雪が降らないんですね、街には。ね、皆さんご存知かと思うんですけども。で、今回ちょっとした技を使ってね、そんな雪が降らない街にね、雪を降らしてみようというね、こういった技をね、ご紹介してみようと思います。はい。ではですね、早速ね、準備の方から行ってみたいと思います。どうぞ。はい、ではですね、早速準備の方から行ってみたいと思います。準備していただくね、内容2つです。2つね、まず1つ目こちらです。はい、どん。はい、賞金稼ぎを始めていることですね。はい、まあ、賞金稼ぎのね免許をですね、取っていて、でなおかつね賞金稼ぎを始めていることで、こちらがですね、まあ、前提条件になってきます。はい、でそして2つ目ですね、こちらです。はい、どん。はい、狼男ですね、伝説の賞金稼ぎの狼男のミッションを、レベル4以上まで上げることで、こちらが前提になってきますね。こちらがですね2つね条件満たしていれば、もうあとは簡単ですのでね、この準備だけちょっと大変ですけどもね、狼男ね、まあ、レベルをですね4まで上げるようにしてください。はい、では早速実践の方行ってみたいと思います。どうぞ。はい、ではね、方法の方を解説していこうと思います。まずはですね、狼男のミッションですね、こちらをですね、星4以上ですね、レベル4以上で受けてください。はい、でそうすると何が違うかと言いますと、レベル1から3までの狼男のミッションというのはこういう風に吹雪にならないんですね。はい、なのでまあ、レベル4以上で受けていただかないとこういう風にね吹雪が発生しないのでね、これがあるので一応4以上で受けてくださいよということですね。はい、そしたらあとは簡単です。そのままね、狼男を探さずにですね、折り返して街の方に降りていきましょう。はい、でそうするとどうなるかっていうのをねこれからお見せしようと思います。ではちょっと早送りしましょう。どうぞ。はい、ではね、バレンタイン帰ってきました。で皆さん見てくださいね、雪が降っております。はい、実はですね、この狼男のミッションですね、レベル4以上になりますとこういう風にね吹雪が発生しまして、これ世界中どこに行ってもですねこの状態キープされたままで探索することができるようになるわけでございます。はい、で写真を撮っている時にですねちょっとコスチューム買いたいなっていう方いらっしゃると思うんですね。はい、そういう時はですね安心してください。もうこのままですね道具屋さんの中に入っていただきまして、なんとですねワードロープ使えるようになっております。はい、まあ、こんな感じですね、使えるようになっておりますので、自由にですねコスチューム変更できるようになっておりますのでね、もう好きなコスチュームに変えていただきましてですね、好きな場所で写真を撮っていただくということが可能でございます。はい、でそしてですねちょっとデメリットが1個ありまして、それは何かって言いますと、やっぱミッション中になりますんで、どうしてもねファストトラベルが使えないんですね。はい、なのでちょっとどうしても自分の撮りたいポイントまでね、自家で馬で移動しなきゃいけなくなっちゃうんですね。はい、なのでそこがちょっとデメリットになりますので、ちょっと移動がね大変なんですけどもね、ちょっと変わった写真撮りたいなとかね、ちょっと凝った写真撮ってみたいなって方はですね、一度ねこのミッション入っていただきましてね、雪をバックにですね写真撮ってもらったらいいかなと思います。はい、で個人的にねちょっといろいろ回ってみたんですけども、一番おすすめね、一番おすすめの街がですねサンドニでしたね。非常にね街並みと雪がマッチして綺麗な写真が撮れますので、で皆さんねちょっと遠いんですけども一回ねサンドニーの方を足運んでいただきまして、こんな写真撮れます。はい、こんな感じ。はい、ドン。はい、こんな感じでねちょっとおしゃれな写真撮れますんで、ちょっとねサンタコスなんかしてみながらですね撮っていただくのもいいかなと思います。はい、なので皆さん一回はねちょっとこれ雪をバックにね写真なんかちょっとどうでしょうか。はい、ということで今回はですねまあ一時的にこう雪を降らせるようなね、そういった形のまあ小技をねご紹介いたしました。はい、で今後もですねこういったちょっとした小技もですね、拾いながらちょっと動画の方を作っていこうと思っておりますので、皆さんね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで今回はこちらで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。 See you!